フィアットチンクエチェントはイタリアの自動車メーカーフィアットが製造・販売していたハッチバック型の乗用車である。1992年にポーランドの自動車メーカーである FSM 社がイタリア本国フィアットの完全子会社になったことを受けヨーロッパにおける小型戦略車として1991年から1998年まで生産された。 東欧革命に伴い、ポーランドでも自家用車の需要が増えると見込んだフィアットが、イタリアにモータリゼーションをもたらした二代目フィアット500にあやかり、その再来をポーランドにという意味を込めてネーミングしたと言われる。この読みは当たり、イタリアにおいてもパンダの会を担うエントリーカーとして大人気を博した。名称は500という数字ではなく、イタリア語読みのチンクエチェントとアルファベットで綴られる。 1998年に後継となるセーチェントの登場をもって生産終了となったが、セーチェントはシャーシやエンジンといった主要コンポーネント類をチンクエチェントからそのままキャリーをオーバーしているため、厳密にはセーチェントはチンクエチェントのマイナーチェンジ版とも言える。総生産台数は1164,525台。エクステリアは 現代的な2ボックスタイプでコンパクトな直線基調のデザインとなり、ムオーバー500や新型500とは異なる衣装となっている。エンジンは 704cc と 903cc のガソリンエンジンを搭載。1994年には、プントの1.1リットルエンジンを搭載したスポルティングが追加された。他、イタリアでは、エレクトという電気モーターを搭載したグレードも存在した。 チンクエチェントトロフェオフィアットはこのチンクエチェントをベースとしてチンクエチェントトロフェオという名称のラリーカーを製作し、イタリア国内のラリー選手権を中心に参戦していた。この車両は、ムオーバー500時代からスポーツ車両を手掛けていたアバルトが開発を担当している。全、モデルとも正規輸入はされず、日本国内では並行輸入で上陸した個体のみが存在する。 個体数ではスポルティングが最も多い。ありがとうございます。